続いて7月21日土曜日に鈴鹿市の三重県消防学校で開かれる平成24年度三重県消防総合大会に、いなべ市消防団北西東分団から5人の団員が出場します。大会出場を1ヶ月ほどに控えた6月26日火曜日、この日の練習を前に激励会が開かれ、日置康市いなべ市長やいなべ市議会などから団員に励ましの言葉が送られました。三重県消防総合大会は消防団員の技術の向上と士気の高揚を図るため2年に一度開催されているもので、前回の平成22年度の大会ではポンプ車の部でいなべ市消防団いなべ第二分団が優勝を果たしました。今回小型ポンプの部で出場する北西東分団の皆さんは、それぞれが仕事を持ち少ない時間の中、今年2月から週4回集まり、夜遅くまで練習に励んでいます。下半式ポンプの操作を行う小型ポンプの種目では、設置された防火水槽から給水し、ホースを延長して数十メートル離れた下点にめがけて放水。その動作にかかった時間と団員の迅速な動きと正確さが審査されます。北西東分団では大会に向け、毎回出場選手だけでなく団員の皆さんが一致団結して練習に協力していて、この日も先輩の団員や桑名市消防署いなべ北分署の教官から、一つ一つ動きにアドバイスが送られていました。出場する団員は動きを確認しながら繰り返し練習を行い、大会では練習の成果を発揮して悔いの残らない競技をし、優勝を目指したいと意気込みを話していました。